はい、皆様おはようございます。ボンド田中です。1月28日でございますけどね、今日初めて豊中市の服部緑地ね、ウォーキングレポートでございます。大変広大な敷地でございましてね、何度かに分けてまたねレポートしたいと思いますんでね、まず今日一日よろしくお願い申し上げます。服部緑地公園ですけどね、さすがにこのエントランスがね非常に広くてですね、広大な敷地を物語る入り口でございます。早速左の方はね、テニスコートがたくさんありましてね、何面ありますかね、プレイヤーの、声が聞こえております。元気な声がね、広いですね。なんか甲子園球場の3倍ぐらいあるとかいうね、ちょっとコメントがあったように思いますけどね。もう入り口入ったところも非常に広大な広場でございます。こちらのね、園内の案内板ですけどね、はい、この中で特に今日はね、この私も花が好きなもんでね、円形花壇と書いてますね。こちらのブースを特にレポートしたいと思います。そしてね、その入り口がこの形ですね。フラワー通りというね入り口に案内が書いております。はい、でしたらしばらくこの円形花壇の方を散策したいと思います。この季節本当にね、まだ少しね花の、花壇に埋まる花の種類は少ないんですけどね。でも結構両側にねこのように、花々が植えられております。これ白い花、アリッサムの花ですかね。アリッサムでしょうかね。左右にね、また向こうの、さらに奥の方にもね、これもパンパスグラスですよね。まだまだね、綺麗ですよね。はい、円形花壇のね、正面にやってまいりました。ぐるっとね、時計回りにちょっとね、散策してみたいと思います。右回りでございます。
はい、ちょっとここでね、右の階段を上がりましてね、円形花壇のちょっと真ん中の中央の方を覗いてみたいと思います。ちょっと逆光になりますかね、こんな感じですけどね。はい、この上のね、階段のちょっとこうまた上がってみたいと思います。上からちょっと覗いてみたいと思います。はい、ちょっとこれ、ベンチがありましてね、休憩場になっております。はい、ちょっとこの高台からね、ずっとちょっと真ん中の方、円形花壇の真ん中の方ずっとね、中央の方見てみましょう。これ真ん中はこれ噴水ですかね。時間くれば噴水上がるんでしょうか、どうでしょうかね。噴水にまたその周りに、四季それぞれの花壇がね、花が咲く花壇があります。はい、またね、階段ありましてね、外周道路に、戻りたいと思います。結構この一周のね、これ何メートルありますかね。後ほどまた測ってみたいと思うんですけどね、外周道路戻ります。はい、円形花壇のね、外周道路、ちょっと一歩ね、こちらのブース出てきましたね。レストハウスの中のおしゃれなね、レストハウスがありますけどね。はい、こんな感じでございますけどね。ちょっとこの時計を見ていただきましょうかね。11時2、3分前ですかね、時間見ましたらね。はい、ちょっと逆光ですけどね。レストハウスの、様子を見ていただきました。なかなかね、おしゃれな感じでございます。はい、左手のこちらは梅林ですね。梅の、木がたくさん植わってる、梅林のコーナーでございます。あ、結構ね、花がちらほらもうね、ほころんでますよね。ちょっとこの木アップしてみましょうかね。はい、ピンクの花がね、ちらほら咲きかけております。はい、こちらの花壇はね、ちょっとね、見てもらいましょうかね。かなりね、この季節にしたらね、綺麗に花が花壇に咲いております。はい、このオブジェをね、
なかなかね、雰囲気ありますね。はい、ボンド田中のね、1月28日の初めてのね、服部緑地ね、ウォーキングレポートでしたけれども、いかがだったでしょうかね。たくさんこの園内に池がありますけどね、今日はこちらの池の背景を見てもらいながらね、お別れしたいと思います。ぜひまた次回もね、よろしくお願いしたいと思います。ボンド田中、服部緑地公園。ウォーキングレポートでした。ありがとうございました。